俺は大手自動車メーカー勤務の高橋よしき、30歳。4年前に一度離婚していて、去年再婚したばかりだ。一度目の奥さんに自分の上司である男と浮気をされて離婚した。当時、俺は今の会社の子会社である整備工場で働いていた。そこの責任者である男と不倫していたのだ。工場で働いていた時は、毎日というほど残業させられ、帰宅はいつも深夜に及んだ。妻のゆりは専業主婦だったので、家でいつも一人で寂しい思いをさせていると思い、辛かった。そんなある日、工場の経理事務をしていた女性に、高橋くん、毎日残業でしょ。たまには定時で上がったら、奥さん待ってるんでしょ。いや、帰りたいんですが、ゆうじさんに言っても許可が下りないんですよ。そう、なら私から言ってあげるよ。ゆうじとは同級生だから、それくらい大丈夫よ。え、そうなんですか。じゃあ、お願いしちゃおうかな。そこへ、上司のゆうじがやってきた。おい、高橋。こんなとこで休んでないで、さっさと仕事しろ。ちょっとゆうじ、もう仕事の終わりの時間よ。毎日毎日残業されてるんだから、たまには定時で上がらせてあげなさいよ。マキコさんが言うなら。なぜか、マキコさんだけにはいつも弱かった。ただの同級生なのに不思議だった。暴走族の総長までやったと自慢げに話しているユージが、なぜマキコさんに弱いんだろう、と当時は思っていた。高橋、じゃあ今日は今やってるのが終わったら帰れよ。俺はもう上がるから。お疲れ。はい。お疲れ様でした。高橋くん、さっさと終わらせて、今日は早く帰りな。マキコさん、ありがとうございました。こうして俺は、数ヶ月ぶりに早く帰宅することができた。ユリが待っていると思い、急いで家へと帰った。ただいま、今日は早く帰ってこれたから、外でご飯でも食べようか。あれ？お帰り。急に何？私、これから約束があるから出かけるところなんだけど。今から？友達と約束でもしてるのか？見たことのないような派手な洋服で、普段化粧もあまりしないが、濃いぐらいの化粧をしている。よしきに関係ないでしょ？じゃあね。残業続きで、夫婦仲が良くなくなっているとは思っていたが、状況は深刻になっていた。まさか男と約束でもしているんじゃないだろうか。俺は気が引けたが、半分飛び出すように出て行った妻を追いかけてみた。マンションの階段を降り、少し先の曲がり角に車が止まっていた。そこにユリは小走りに駆け寄っていく。俺も気づかれないように後を追う。すると、待っていた車は、俺の上司でもあるユージの車だった。ナンバーも同じだ。動けなくなった。そのまま立ち尽くしていると、ユリが車に乗り込んだと思ったら、いきなり抱き合いキスをしている。俺は我に返り、車に近づく。俺が運転席ドアの横にいるというのに、全く気づかず抱き合っている。ガラスをノックする。何やってるんですか？なんだお前。お前こそなんだ。なんでここにいるんだよ。隣にいる女性は、俺の妻です。マジか。そりゃ驚いた。何笑ってんだよ。ふざけやがって。隣にいたユリが口を開く。ねえ、何後つけてきてるのよ。気持ち悪いんだけど。呆れる。浮気をしているのを忘れているかのような発言だ。俺は一体何のために頑張っていたのだろう。
本当だな。気持ち悪いな。高橋、お前気持ち悪いぞ。ふざけんな。ここまで馬鹿にされた覚えはない。二人とも、不倫を認めるんだな。はあ？不倫？私、あんたの妻だったっけ？ああ、戸籍上はそうか。おいおい、ゆり、それは言い過ぎだろ。もう我慢する必要はない。離婚だ。後でいろいろ請求させてもらうからな。荷物もユージさんとこに送るからな。もう帰ってくんな。何が、もう帰ってくんなよ。帰りたくもないわよ。ユリはそのまま、ユージの家に行き、俺たちは離婚した。弁護士を立て、慰謝料も多額の請求をして、認められることとなった。しかし、ユージと職場が同じであることは変わらない。とても毎日気分が悪くて、働いていられない。俺は工場を辞めて就職活動をすることとなった。それが4年前のことだ。去年再婚した相手というのが、辞めた工場の経理事務の牧子さんだ。俺は全く知らなかったのだが、牧子はお嬢様。俺の今働いている工場の親会社、大手自動車メーカー代表取締役の一人娘だったのだ。工場を辞め、就職活動をしている時に、牧子から電話をもらった。離婚の原因を聞いたと言って、心配して連絡してきてくれたのだ。会って詳しく話を聞いてくれ。働き口がまだ決まっていないなら、父親に口を聞いてくれるというので、甘えたわけだ。まさか、それが今の会社だとは知らず。知った時は、本当にびっくりしたもんだ。そうして、牧子とたびたび仕事の相談とか、プライベートの相談をしているうちに、付き合うようになった。結婚してから聞いた話だが、牧子は最初から俺に好意を持ってくれていて、離婚したと聞き、チャンスだと思い連絡してきてくれたそうだ。俺は幸せな男だなと、つくづく思った。離婚した4年前は、こんな幸せ、想像できなかったな。ある日、牧子と久しぶりに外でご飯を食べる約束をした。恋人同士の時のように、駅で待ち合わせがしたいというので、歩いて駅に向かっていた。もうすぐ駅に着くというその途中、会いたくもない二人がいた。そう、ユージとユリだ。俺は二人に気づかれないように通り過ぎようとしたが、ユリに気づかれてしまった。あら、ヨシキじゃない。相変わらず不幸そうな顔してるわね。何が不幸そうな顔だ。悪いが俺は今最高に幸せだ。どうも、急いでるので。では。おいおい、なんだよその態度は。俺らからたっぷり慰謝料も取っといてその態度はないだろうが。お前ら本当に反省もしてないんだな。相手にしていられない。牧子が待っている。無視しよう。急いで行く。牧子が見えた。牧子、ごめん、少し遅れた。ヨシキ、大丈夫よ。私も今来たとこよ。それより、なんでユージと一緒なの？え？後ろを振り返ると、ユージとユリが後をついてきていたのだ。おいおい、なんでマキコさんとヨシキが待ち合わせなんてしてんだよ。マキコは奥さんだからですよ。俺の妻です。嘘だろ。なんだかものすごく焦っている。あら、ユージ。工場の外で会うなんて珍しいわね。あれ？奥さん？仲良さそうで羨ましいわ。やはり、前から思ってた通り、マキコはユージより立場が上のように話す。何なんだろう。まあな。
学生の時のユージからは想像もつかないわ。こんなに素敵な奥様と結婚できるなんてね。昔はすっごく小さくて、よくみんなからからかわれてたわね。今や職場の責任者までになっちゃうし、すごいわね。マキコはなんだか嫌みったらしく言っているのがわかる。ん？ん？ユージって暴走族の総長やってたんじゃなかったっけ？小さくてからかわれる？いじめられっ子？ってことか？よしき、私には一つだけ隠し事があるのよ。ごめんね、今行っちゃう。私昔少し荒れててね、暴走族やってたの。え、そうなのか。想像がつかないな。けど別に昔のことなんていいさ。それに最終的に総長やったの。嘘だろう。いや、謝るなよ。総長？かっこいいよ。俺はものすごく驚いたが、本当にかっこいいと思ったんだ。ユージはそん時からの知り合いなんだよね。よく族のみんながユージをパシリにするから、私が怒ったりしたのよ。懐かしいわ。え、パシリ？ユージさんが？おい、そこまで言う必要ないだろう。職場では昔の話はしないってお互いの約束だったじゃねえか。約束？よくそんなことが言えるわね。もっとひどいことをしているのは誰よ。今まで言う必要もないから言わなかったけど。ここで黙って聞いていたユリが割って入ってきた。あの、昔がどうか知りませんが、今は責任者はユージなんですから。たかが事務員のあなたがそんな口の聞き方していいんですか。謝ってください。あら、もう責任者じゃなくなると思うけど。なんだよ、どういうことだよ。何、どうしたの。詳しくは辞令が折れるから待ってれば。じゃあね、よしき、行こう。そうだな。俺たちはその場を去った。後で食事をしながらマキコに聞いたら、ユージは職場での部下への対する評価がここ数年悪く、改善が見られないのと、売上の金額が合わないことが多々あり、着服している可能性があったため、社内調査したところ、着服が発覚したらしい。マキコは解雇になると言っていた。それから2年が経った。ユージはその後、解雇を言い渡され、会社を去り、その噂は他の会社にも知れ渡ることとなり、再就職ができず、ユリとも離婚したと聞いた。ユージのいなくなった工場の再建に、俺が行くこととなり、今、責任者として仕事を全うしている。妻マキコも妊娠し、来月子供が生まれる。この幸せが続くよう、努力を惜しまず、頑張ろうと思う。